はい、2回目で父の殺害ですね、の問題についてですね、家族、妹、姉、責任して取ってんじゃなくて、責任、妹とかね、そういう YouTuber でその知ってて、そういう、みんな人間悪どいからね、殺害したものに対してね、とにかく妨害してくるんですよね、人間全員がね。で、父は、父、あ、妹、妹は犯人です。共犯じゃないですね。で、私に対しても共犯、共犯じゃなくて、2回目の母が毒殺したときに、ね、やはり、なおかつ攻めてきて、殺そうとして、現在もいます。ですから、妹は共犯どころじゃなくて、共犯じゃなくて犯人ですね。私がやられたときに、2回目の母とグルじゃなくて同じ犯人ですね。姉もそうですね。だからもう、私がもう、子供の時から殺すこと考えてますから、妹と姉とかね、父もね。で、父の兄弟もそうですし、ね、私の能力高いもんですからね、ちっちゃい時からそうやってきてます。で、ほっとくと、一緒に作った食事なんては絶対食べない、100%毒入れてきますからね。で、今もやめませんね。で、ということでね。で、また警察は味方じゃないですからね。私の方は自分でやってまして、人間の上の生物ですから、私の本家、本物の王様、本物貴族はね。で、人間たちは人間たち都合で自分たちで作ったものでやってるわけですね。で、前にお話したように、スターゲートの映画ありますけれども、あれで石棺と生き返る装置を私はその地球と太陽を生まれ前に発明してるんですね。で、宇宙戦争で殺されて、地球と太陽をまた育てて、一番その地球でね、動きやすい生物からね、生まれ変わって現在生きてるわけですね。で、過去の能力っていうのはめちゃめちゃ高いんですし、今は生き返る装置もないんで、殺されたら死んでしまう非常に遅れた人間たちの、世界なんですよ。で、今話したりして、人間って誰も話したり聞いたりすることまだできないんですよ。やってんのは真似だけで、あと転送でね、テレパシーでね、悪い生物が話し方を教えたりするんですね。で、意味なくても、分かんなくても全然700年もそれで行きますから、実際そのことで動かなかったりしますし、契約も書類も当然文章も書けないですね。全部その悪い生物が教えて人間に動かしてるだけです。人間自身は全くもう本当にひどいね、知能なんですね。だから人間と話しても全く話が700年後しか通じないからね、ずっと続けて話したらね、真似だけなんですね。話して強制的に押してその通りに動かすだけなんで、全く人間というのは単なる盗みの仕事ですね。基本肉食生物ですね。全員そうなんですよ。だから全く法律も契約も聞きません。力かけてなければ。だから全く意味ないですね。契約書というかいうのもね。全部意味、嘘です。嘘しか動きません。力で抑えてなければ、だから契約は守んないし、役所なんかも徹底してますね。裁判所ももうでったらめの裁判。ただそれは人間同士ではいいわけですね。で、人間というのは私が決めた良い生物のお手本として出したもので、今の言う人間たちは人間になってないですね。人間っていうのは私が作ったね、お昔使っ人間地球と太陽は生まれる前にね、予定して作ったものが、私が作った創造物が人間なんですよ。それをお手本にして、人間たちで生きて、そういうふうにね、私が育つためにね、そのつながりでね、出てきたものなんですね、私が作ってね。いや、人間、まあそういうわけで、道具を使う肉食生物なんですね。だから今日肉食生物なんですね、人間というのはね。で、人間は全くパークリンです、全員ね。で、
これを人間の前で言って平気なのは話が通じないから、上のね宇宙の生物の頭借りないと通じないから大丈夫なんですね。ね、でまた通じれば通じると私に得もマイナスも2つ大きく左右するわけです。でマイナスもあったりプラスもその大きさはあるわけですね。ただその人間っていうのは頭悪いからね、助かってることはあるわけですけどね。ただ今日肉食生物で単なる盗み泥棒して生きる生物ですから道具使ってね、全員人間はそういう生物なんですね。で、話言葉文章ね通じません。これ全部上の宇宙生物、人間よりか頭のいい生物が教えてるんですね。またそのバクテリアでもたくさんいると人間よりか頭が良くなる、そういう悪いのがまた教えてね、話したりするわけですね。で、人間の話を聞かないといけないのは勢力は強いかということですね。要求でね、そうすると少し頭のいい団体、まあバクテリアでも多くなれば頭いいですから、こっちに対して対抗できるわけですね。上の生物、私とですね。とにかく妹とか姉は完全に100、その2回目の母は死刑ですし、また母の兄弟も死刑ですね。でというのはなぜ事実上ね、なぜその無視するかですね、私の話を徹底して殺しとか殺人が起きても無視するかって、私人間じゃないですからね、人間の上の生物だから何でも自由になっちゃ困るから何でも聞かないんです。こちらは動かさないと、強制して動かさないとね。で今回強制